の砦として壮観でございますな。山を背に林を控え、前後のつながりも門の配置も通路の取り方も実に見事で広大な規制を持ち、また精巧で優れた陣だ。たとえ孫悟が生まれ変わり芝城所が再来いたそうと、これには及びませぬ。褒めすぎですぞ。なおご教示くだされ。いやあ、はあ、水上の陣には南に向いた門が24あり、大きな船が城郭の形を取り、その中を小さな船が実に整然と行き来しておる。秩序がありますな。城将の傭兵の巧みさはまさに噂通りだ。よいか周遊よ、貴様も長くはあるまい。かの宝数先生をお迎えできたのはまさに天の恵みである。わしは天使の命にて統合を打つ。良策があればぜひ教え願いたい。ああ、そのようなお言葉恐縮至極、実にありがたく誠に感激しております。ああ、どうぞ。どうぞ。どうぞ。ああ、ん？何をお笑いかな？ああ、孔明と周瑜を笑ったのです。孔明はあれだけの才を持ちながら、惜しくも行きどころを誤り、天の時というものを知らぬ。孔明の才智は凄まじい。今まで何度も泡を食わされた。それが天の時を知らぬとはいかに。孔明はこれまで慶州を足場にして参った。劉備が三区の霊を取った時、孔明はこうといたそうです。慶州は北に二水を控え、南海に通じ、東に五海あり、西には鳩を食。これぞ武を用いる地なり。しかしそのような戦略の用地は同時に多くの武将が争う土地でもあります。一度手に入れれば腹と背に敵を受け、守るに手一杯。生殖を攻め、南を平定する余力など残っておりましょうか。はあ、このことがため、孔明は東洋では負ける、慶州は上昇の治めるところとなりましょう。では宝数先生は周囲はどう思われる？周囲など話にもならぬ。琴を引き詩を吟ずることには優れているが、兵を率いることには名だけの男。その上周囲は度量が小さく一人よがりだ。いくら孔明が助けても、逆にその孔明を殺そうと企む始末。あのように無知な鬼才など何もできるはずがない。